今回ご紹介するのは女優の綾瀬はるかさん。1985年3月24日生まれ。出身、広島県。身長、166センチ。まず目が行くのは推定 F カップのこのバストこのお胸にお詰まりたいと思った男性は私だけではないはずです。中学時代はバスケ部に所属しており、センターポジションを務めてたそうですが、バスケットボールのルールはほとんど分かっていなかったそうです。 落ちてくるボールをとにかく拾ってパスを回すことを重要視しており、そのため特にルールに詳しくなくとも問題なかったそうですよ。2000年、友人に誘われたことがきっかけで、ホリプロスカウトキャラバンに参加。参加した理由は部活を休むための口実でしたが、審査員特別賞を受賞してしまい、芸能界入りを果たします。2001年放送のドラマ、 近代地少年の事件簿第3シリーズの7話にゲスト出演し、役者デビュー。2002年放送の映画に出演し、スクリーンデビューを果たした後は、グラビアアイドルとして活躍していました。当初はイベントで極度に小さな水着を着させられますが、それに反比例するかのように、世の男性の股間は大きくなっていきました。2004年放送のドラマ、世界の中心で愛を叫ぶに出演。本作で、ゴールデン・アロー賞、新人賞を受賞。 一気に注目の的となりました。本作品でブレイクを果たし、以降アイドル路線的な役を演じることが多くなります。非常に真面目な性格で、演技に対する真摯な態度は、共演者スタッフからも評価が高く、演技に関して納得がいくまで、監督と話し合うことも多いそうです。また、天然ボケと評されることがあり、吹石和恵から、周りの人全員を突っ込みにしてしまうキャラと言われるなど、彼女の天然ぶりを言及されています。 こんな天然でご立派なお胸を見たら男なら突っ込みたくなるのは当然ですよね。バラエティ番組に出演する際もその天然っぷりを発揮しとても魅力的な綾瀬はるかさん。これからの活躍も目が離せませんね。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。